はい、こんにちは。日本改革と楠澤です。菊丸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。8月15日、メール当院様限定、靖国神社正殿参拝と懇親会、台風7号が名古屋あたりに接近中みたいなんですけれども、まあ、どっちも屋内なんで、中止はいたしません。ご応募された方はお忘れなく、ドタキャンせずにいらしてください。電車とか止まんないといいな、進路がずれて東京来ちゃってみたいな、電車とか止まんねえといいななんてドキドキしておりますけれども、岸田総理、人口減少に対し社会が適合する動きを並行して進めていかないと不都合が生じる。外国人と共生する社会を考えていかなければならない、会合で発言だそうであります。人口減を外国人輸入で手当てするって言ってんのかな。何の会合かは不明なんですけれども、まあこれは財界、経団連とか、経済同友会とかそういうところの会合じゃないかな。あいつら外国人労働力欲しがってますんで、自分の会社だけで使えるわけじゃなくて同業他社も同じ条件で使えるんだから自分の会社だけ有利になるわけねえのにね。その辺分かってないんだよね、あいつら。あー、バカだから経団連とかその企業の経営陣はバカなんで、自分らだけその安い労働力使えるわけじゃないってことを見落としてんですよね。人口減を外国人で補填するって全くの本末転倒でバカじゃないかと、すごく思うわけなんですけど、有害だしね。世論です。文化や伝統は確実に崩れる。今でさえ外国人犯罪ばっかなのに、それ選挙前に言ってよ。まあそう言ってたら投票しねえからってことなんですかね。お前それフランスでも言えんの。もはや完全にただの左翼政権。すでに都内は外国人だらけ。少子化対策諦めたのか、諦めたのかよ。異次元のとこ行って、少子化対策に金かかりますんで増税したいばっかし言って諦めたのかよ、な外国人で補充するなんて。そのうち埼玉県内に独立国家ができる。自力で日本人を増やすことは諦めたのね。日本人の話を聞く力はなかったんだな。今の人口減は自民党がデフレ、デフレデフレって言いますけど、でインフレインフレってどっちもインフレの方がなんか悪いように洗脳してますけれども、主に財務省だと思うんですけど、デフレって経済縮小のことですかね。経済縮小、経済衰退とも言うな、を30年も放置したせいですね。財務省なんか無視して減税してりゃデフレ脱却だったのに、バブル崩壊した後すぐに減税だっつって可処分所得増やすぞ、やってればそのデフレ何があったのに。バカなんだよね、自民党って経済の政策が。その姿勢の尻拭いをね、外国人輸入でっておかしいだろ。そんなね、みんな親戚の日本民族、我々みんな親戚のために一つも良くないですよ。共産主義と一緒でですね、多文化共生に成功した国なんか一つもねえよ。フランス見ろって、スウェーデン見ろって。総理は外国人労働者がいなければ日本経済は持たないという危機感を持っているだそうであります。産経報道なんですけど、経済が持たないって、いや治安悪くなったらセキュリティコスト増加して経済も冷えるんだしさ、外国人労働者をですね、うまく使ってる国にドバイとかシンガポールって国ありますけれども、それらの国は厳しいですからね。それらの国は妊娠したら強制送還とか、勝手にね繁殖防止政策取れんのか、失踪しないように GPS つけれんのか、これやったらものすごい左翼騒ぎそうですね。外国人指紋登録の時もすっごい騒いだもんね。人口950万人のスウェーデンがいい人ぶりたくて50万人の移民受け入れた結果ですね、世界2位の強姦大国になりましたとさ、めでたくなしめでたくなしなんですけど、岸田やその周辺、安い労働力が欲しい財界、まあ、経団連とかの連中は川口の市議会議員みたくね、自分や身内に直接被害出ないと目覚めないんですかね。翔太郎が
外国人にひき逃げされとかさ、経団連の社長の娘が外国人に強姦されとかさ、そういえば強行に死刑反対してた弁護士さん、家族が殺害された途端に強行に死刑存続派になりましたよ、そういう例ありましたよ。そういう直接的な目に遭わないと目が覚めないんだろうか、倉庫にですね、外国人倉庫版に、なんかね、倉庫から荷物取ってきたりなんかする、とこに外国人雇ったんだって。したら商品なくなっちゃって、でね、あれだって、入るときと出るときに身体検査を実施するようになっちゃって、かえって金かかるようになっちゃったっていう、バカ企業がおりましてね。台風で行けなかった長崎の慰霊式典の岸田総理ビデオメッセージ、まあ毎年言ってるんですけどね、世界唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界を実現するため非核三原則を堅持しつつ絶え間ぬ努力を続ける、なんかピントずれてますよね、ずれてますよね。非核三原則を堅持したらなんで核なき世界になるんだと、非核は核保有国に言えよ、まあ建前は大事だね。なんで核攻撃された国は核保有してはいけないの？全くだね、全くだね。核攻撃されたからこそ二度とされないぞっつって核武装しなくちゃいけないんじゃないか、思いますけど、核武装してない日本人に向けて核廃絶訴えてどうすんだ。耳当たりのいい夢物語はもう結構、でも核のおかげでロシアが無事なのバリ知ったじゃん。反核しときゃ広島の地元の選挙で有利になるぐらいしか思ってないよ、核がないと攻め込まれてるのはウクライナで分かっただろう、たよまぬ努力を続けるってまあスローガンなんですけど、非核の日本人に非核を言うのは間違ってるわな、核保有国に言わないとね。まあ中身の全然ない、まあ毎年言ってるお題目なんですけどね、非核を目指す、これ言わないだけで、中国ロシア北朝鮮ビビり上がるのにセンスねえね、突然ね、この式典の挨拶で非核を目指すって言わねえ、パッタリやめる、だけでビビり上がるのにセンスないな。日本は2発やられたから他国を2発核攻撃していいっていう論もありますよ、あと核なき世界を目指すって言ったらですね、ドイツみたく核シェアリングできなくなる、できなくなってしまう、ヨーロッパの EU と核シェアリングしてるじゃないですか、それできなくなっちゃうね、なんで自ら手足しぼんのかな。その場その場で綺麗事のスローガンやお題目言って何をするとか言わないでやり過ごして責任取らずに給料をもらいたいっていうのが透けて見えますね。石破茂ほどでないですけどね。総理もこういうタイプの政治家、政治家だよな、石破茂ひどいもんですよ。最初から最後までですね、丸々すべきとか考えていかなければならないってこればっかだから、こればっか。共産党の方がよっぽどね、具体的に変なこと言ってるよ。頭おかしいけどね。麻生副総理、抑止力とかとは戦う覚悟、台湾で公言。共同通信、挑発、反発して騒いで。共産、志位和夫と小池晃、何言ってっかわかんない。中国共産党、身の程知らずでデタラメを言っている、騒いでほしい願いが叶った共同通信、嬉しそうに報道しておりました。世論であります。自己紹介、聞いてるみたいだね。いちいち言い返す中国が小物に見えるわ。もう少し顔真っ赤かと思ったら、そうでもない。共同が期待した反応と違って物足りない。国を守るのに身の程もクソもあると。中共が嫌がるイコール正しいこと。この程度でビビるのが笑えると。今回は断固たる反対だの、猛烈な不満だの言ってないんだ。ご中心に及んだですね、共同通信が期待したほどの反発ではなかったけれども、まあ騒いでほしい、思いが通じて、共同は本物でしょ。このまま消えてなくなってほしいですね。身の程知らずってたかだか建国70年ぐらいの国が何様なんでしょうね。私、中杉先生にいただいた靖国島でさえ90年前の品物ですよ。昭和の中国って言えば、誰も彼もですね、人民服着て、チャリンコ軍団ってイメージしかねえわ。怒涛のごとく、北京でチャリンコ乗って、
全員人民服で、そういうイメージしかないですけどね。何が身の程知らず、日本を身の程知らずって言えるほどお前ら偉いのかって話なんですけどね。台湾を助けるためにはまず国家承認して NATO に入れないと、軍を出す大義名分できねえな。台湾だけじゃなくて日本も NATO に参加しないと自衛隊とっても出せないよな。集団的自衛権つったってさ、そうすると日中断交だよな。米中断交になるけど、林芳正や河野太郎、シェイシェイ茂木が幅利かせてんのに、あと公明党もいんのに、そんなことできるのかなって昨日思ってたんですけれども、米国は本気でですね、米中断交開戦を考えてるみたいで、8月9日、昨日ですね、半導体や人工知能、量子技術に関する中国への投資は禁止もしくは制限、大統領命令、株式購入だけでなく、M&A、個人投資、私募債、ベンチャーキャピタル、合弁事業、人材派遣など、すべて禁止か制限。世界中の米国人と米国企業が対象と、AI とか、量子とか半導体とか、まあ今3つの分野だけが対象みたいですけども、じわじわと他の分野にも広げていくんでしょうね。ドローン技術とか、米国投資家や企業は中国から資金引き上げた方がいいですよね、これ。半導体に限らずね。世論であります。日本も続け、現代版 ABCD 包囲網か、ゴモが大発狂してて草、完全に潰しに来たのはどうする近辺。民主党はトランプよりえげつないね。中国株暴落、米国株暴落、欧州と日本は上がりそうだな。日本も早く中国から引き上げないと。ブロック経済やな。冷戦期みたい。中国が暴発するまで経済で締め上げていくと、バカな中共報復で米国への投資制限しそうですね。ますます自分の首縛るじゃんって話なんですけど、安全資産の金が上がりそうだな。こういう動き出てくとな、発表前にこれ知ってたやつはもう仕込み完了でしょうかね。買い終わってる頃ですかね。日本がやられたようにですね、暴発するまでどんどん厳しくして締め上げるんでしょうね。座して、死なずっつってね、日本暴発しましたけど、林芳正、河野太郎、茂木、公明党は立場やばいっすね。それまでに、暴発するまでに、防衛予算10兆円を達成してですね、NATO に入れたら勝ちかな。税収が過去最高額とか発表されてんだから、来年度にも実現しちゃいなよ。時間あんまりないみたいですよ、これ。開戦したら米国内に収容所作るんですかね。日系人収容所って作られたじゃないですか。あれの中国人版作るんでしょうかね。中国に人民動員法ってあって、世界中どこにいても、中国共産党の命令を人民は聞かなければならない。出ないと中国国内にいる親戚、罰するからな、みたいな。逮捕しちゃうからな、みたいな、法律ありますから、国内で暴れると大変だもんね。そういえばですね、ジャニー北川さん、あとジェリー、北川？ジェリーだっけ？ジェリー、マリーじゃねえ。メリーか。メリー北川さん、子供の頃、日系収容所にいたそうであります。これ豆知識ですけどね。アメリカは本気で締め上げにかかってんなーっていう。日本も親中派、公明党とか、立場弱くなってくるよなー。あとは5年もしたらですね、朝日新聞と共産党がなくなっから、妊娠したら強制送還とか、あとは入国してくる外国人は全員 DNA 取るとか、GPS つけるとか働くんだったらね、そういうこともひょっとしたらできるようになるかもしんねえなー。共産党と朝日新聞と毎日新聞なくなればあと5年ぐらいで、なんてこともちらっと思ったりしてね。というわけで台風が接近しているようであります。皆様お閉じまりとかにはお気をつけください。デトックスジャパン。